MR マイクロスコピーとは、高い空間分解能を有する核磁器、共鳴画像法である。どの程度の分解能以上から MR、MRM と呼ぶかについては、定説がなく、かつては、画素のどれかの一辺のサイズが、100マイクロメートル以下のものが MR、MRM と呼ばれていた。ところが現在では、画素サイズが、数十マイクロメートル立方以下の殺像を MR、MRM と呼ぶことが多い。 なお、臨床用 MRI と MRM の中間の画素サイズの撮像は、しばしば MR マイケルイミジングと呼ばれる。MRI における画素サイズと SNR の関係、MRM における空間分解能は画素の一辺の長さで表すのではなく、画素の三次元的サイズないし画素体積で表すのが妥当である。これは図に示すように画像の信号体雑音比が、 ガソサイズに比例するからである。よって、分解能はガソの縦横奥行き、もしくは体積で表される。なお、10マイクロメートル立方のガソサイズが1ピコリットルに対応し、これが実用的な空間分解能の限界の目安である。よって、空間分解能を向上させるためにはガソあたりの SNR を向上させることが不可欠である。このための方法として、 できるだけ強い静磁場を使用する、感度の良い受信 RF コイルを使用する、強力な勾配磁場コイルを使用する、効率の良いパルスシーケンスを使用する、レシーバーのダイナミックレンジを拡大する、などが必要となる。臨床撮像では、マルチスライスがしばしば使われるが、MRM では、三次元撮像法が使われることが、多い。これは、生体の切除標本など、 必ずしも体軸が定義できない資料を撮像することが多いことから、東方的撮像が望まれるからである。ただし、東方的な撮像では、空間的な構造を把握することが、しばしば難しくなるため、最大値投影などの方法を用いて、空間構造を可視化したり、面内画素サイズの数倍の厚さを持った 3D 撮像により、部分的投影効果により、 局所的な構造を可視化する方法なども有効である。工事場磁石と高感度 RF コイルの組み合わせが一般的である。正磁場強度は最低でも 1t、最高は 20t 程度が使われている。また、画素サイズは勾配事情強度によっても決定されるため、最低でも2 0 g センチメートルもしくは2 0 0ル t メートルの勾配磁場が必要であり、これは 臨床用 MRI の勾配事情強度の数倍である。超電導磁石は NMR スペクトロメーター用の縦型。超電導磁石が政磁場強度、均一性、安定性、コストなどの点から最適である。RF コイルはサンプルに最適化されたものを使用することが望ましいが10マイクロメートル以下の分解能を得るためには特殊なものを自作する必要があり、一般には 商用のものは使用できない。京都大学先天異常上標本解析センターに所蔵の人廃止標本を 9.4t の MR マイクロスコピーで撮像した画像1980年代後半から空間分解能への挑戦が継続的に行われ特殊なサンプルに対しては3マイクロメートル立方程度の分解能まで報告されている。ところが 数マイクロメートルレベルの分解能での実用的撮像はほとんどなく多くの実用的撮像は20から60マイクロメートル立方で行われている一番多いアプリケーションは遺伝子操作などが行われたマウス能である他にも人廃止標本の撮像なども行われている MRM の適用分野はかなり広いと思われるが技術のハードルが高いことと 装置が普及していないことにより、世界的にもユーザーは多くない。また、マイクロスコピーという名前のため、光学顕微鏡のレベルの空間分解能が期待されることが多いが、あくまでも実用的に使えるのは、数十マイクロメートル立方のレベルであるため、非侵襲性、三次元性、自由水が観察できること、水の運動性に関する情報を得ることができる特徴を生かして、 アプリケーションを考えるべきであろう。植物は細胞の大きさによって緩和時間が異なり、また水分量が多いため、MRM により多様な構造を可視化することができる。なお、化学固定された標本の場合には画像コントラストを付与することが難しいため、常時製造英材などを使用することも多い。ありがとうございます。